ワンミッション。ガソリンで走る車と全然何にも遜色ないというか、すごいスムーズですし、静かなんで、すごく。実は私も今日のこの日が来るのを非常に楽しみにしております。ストップ温暖化、清流の都、創造推進協議会、こちらの方針と、そして清水エスパルスのエコチャレンジの理念、それを結びつけて何かできないかということがお話があります。私も何とかこれは実現したいなと思った理由が2つあります。全く CO2 を出しません、排気ガスゼロの車、それを取り扱っている三菱自動車であるということ、それから私はこの静岡の出身ですので、昔から清水エスパルスのファンでした。当社も講演会に入っております。そういった意味でですね、この結びつき、これは非常に楽しみだということで、いろいろこのエスパルスのオリジナルのラッピング、これもつけまして、ここに今日車が完成してお渡しできるということになったのは、この上ない喜びでございます。今日はここに来まして、東海三菱自動車販売株式会社には、この社長様からお話がございましたけれども、株式会社エスバル様、こうした素晴らしい出会いの場を作っていただきました。本当に感謝を申し上げたいなと思っております。今後エスパルスの皆様方にいろいろ使っていただいて、また市内を走っていただいて、市民の皆様にこの電気自動車、こうしたことの気づきをしていただければ非常に嬉しいなというふうに思っております。こういう贈呈式ということで、エスパルスは2007年にですね、カーボンオフセットクラブ宣言というものをいたしまして、それからこのエコー活動をですね、ずっと続けてまいりました。今日贈呈いただきました、この電気自動車をですね、有効に使わせていただきたいというふうに思います。本日はありがとうございました。素晴らしい車をいただけることになると思います。僕らが乗れるのか分かんないですけど、乗れる時があれば、これをしっかりと街中で走って、電気自動車のいいところをアピールできるように、もちろん車だけじゃなくて、シングルエスパルスというものを本当にもちろん乗ってくれるようにやっていきたいと思います。いや、普通の車と全然変わんないですよ。音も静かですし、すごい静かだよ、マジで。スムーズに走れますし、ワンチーム、ワンミッション。